皆様ごきげんよう。今日なんですけど、アベマ TV さんとコラボということが決まりまして、 LDH さんが始めたあの格闘家育成プロジェクトの、まあ、子たちと朝倉未来一年チャレンジの2人が、まあ、ちょっと練習試合みたいな感じで、戦うことが決まりまして、まあ、前編が僕たちのチャンネルで、まあ、後編はアベマ TV さんの方で流すということが決まりましたんで、今日すごい楽しみですね。言ったらちょっと喧嘩売られたみたいな感じなんですよ。確かに、うん、ぶっちゃけ2人とも朝倉未来チャレンジに落ちた子らしくて、まあ、その悔しさもあったんか、とりあえずまあちょっとやり返したいみたいな感じなのかな。でまあこちらとしたらもう1年間格闘技漬けで過ごしてきて、なんか実力差見せてほしいわけよ。いやこれマジで負けられない試合になるよ、うん、そうですね。じゃちょっと2人とも出てきてもらって、で今日この2人がね戦うんですけど、どうですか。はい、もうボッコボコにしてやろうと。ボコボコに。さすがにちょっとね。そうですね。1年間かけてきたものが違うじゃん。うん、もう本当格闘技だけやってきたでしょ。そうですね。で試合も何試合もこなしてさ、めちゃめちゃ強くなってるんですよね。ここでなんか拮抗した試合してちゃ、そうですね。ちょっとこの1年を否定することと一緒だからね。はい、余裕で倒してもらいたいなっていうのは俺は思ってますね。あ、竹山君。はい。僕も圧倒的に勝ちたいな。わかりました。ただね、あの尺の方だけ伸ばしたいんで、5分3ラウンドなんですけど、すぐに決めるだけやめてもらって。3ラウンドぐらいに決めてもらいたいなっていうのはあります。2人は相手の子を知ってる？あの見覚えある？見覚えあります。2人ともあります。オーディションで、うん、あなんか結構強い人いたもん、ね、確かにすごい才能ある人だらけで、もう中でもこの3人が良かったかな、まあ、西谷君以外ね。西谷君おったん、ごめん。西谷君おったん、まあ、西谷君はね結構強くなってますよ、ここ最近。急に急激に腕がもうすごい太さになってきてますから、筋トレが趣味になったみたいで。西谷君ピアスしとったっけ。してました。今日ぐらい貸しなさいよ。今日ぐらい今日ぐらい貸しなさいよ。一生懸命応援します。 あともう一人、朝倉未来一年チャレンジもう一人いるんですよ。今日この人はね、ちょっと試合いなかったんですけど。腰低いな。あ、腰低い。今日試合したかったのある？めちゃくちゃ試合したかったですね。本当に残念で仕方がない。あ、確かに確かに、はい、ライジンファイターじゃないですか。いやいやいや。あ、じゃあもういいですか。あ、すいません。まあそんな感じでね、まあちょっとさすがに実力差を見せてほしいなっていうのはあるんで、まあ僕は応援していきたいなと思います。じゃあちょっとこの辺からね、アベマ TV 仕様の編集に変わりますんで、ちょっといつもと違いますけど、よろしくお願いします。この日、高谷は柳田、漆間を引き連れある場所を訪れた。よろしくお願いします。こんにちは、お願いします。お願いします。今日ありがとうございます。待っていたのは朝倉未来。幼い頃から喧嘩に明け暮れ、ついた異名は路上の伝説。己の拳一つでのし上がった。すごいね。めっちゃでかい。ここで戦うんだ、幸せだな。なかなか経験できないね、これ。いや、できない。ほんとフルケージですね、これ。本人たちもチャレンジで一度は落ちてる選手なので、先にデビューしてる先輩のファイターの人にスパーリングをしてもらう。1年前、柳田と漆間の両名は朝倉未来が主催する格闘家育成プログラムにエントリー。失格の烙印を押された。どこまで食らいつけるかっていうのが楽しみですね、はい、悔しい思いもあるでしょうし、はい、勝ってくれたら嬉しいし、勝つつもりで行きます。じゃあ早速準備しちゃって。はい、はい、5分カナンドとりあえずやってみようか。そうですね、はい、その試合のままでも大丈夫であれば。ヘッドギアはなし。なしで。ヘッドギアあった方がいいかなと思ったんだけど、逆にどっちでもいいですけどね。切ってまた試合キャンセルとかになってもお互い損かなと思って、はい、あ、一応膝パッドありですよね。膝パッドで肘なしなんで。そうそう、ルールとして肘なし、はい。あ、でもいいですね、ノーヘッドで。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。
やる気満々だから乗りましょう。引いてるわけにはいかないです。はい。いや向こうね、何もギアなんかいらねえよって言ってんの。うん。向こう殺しに来てるから。二人とも舐められてんだ。落ちたんだから見返さなきゃ。本当に。それ試合で見せつけろよ。お前ぶち殺すよ本当に。殺すんだぞお前。向こうもその気で来てっかんな。はい、あ、まあ、ほんとそう。ただね、あの尺の方だけ伸ばしたいんで5分3ラウンドなんですけどすぐに決めるだけやめてもらってはい。覆せ、一泡吹かせろ。やってやろうしか思ってないですね。やられることは意識せずやってやろう。1年間遊んでいたわけじゃない。ナイス。いったぞ。はい、オーケーオーケー。もうあの時の俺じゃない。柳田は試合強えな。片や1年前合格を勝ち取ったのがこの男。印象とかあります？印象は特にないかなって感じで、僕が一番強かったんで、そのオーディションの中で。だから選ばれたんですよ。そうですね。そういうことですよね。オーディションを突破、ディープではすでにプロに昇格しているヒロヤ。あの1年で自分がまあどれぐらい強くなってるかも分かるし、なんかちょうどいいかなっていう感じですね。時間かけていじめてやろうかなと思います会場にはオーディション、合宿を見守ってきたランページの3人も駆けつけた。プライド的にはすごく、うん、あの難しい心境ではあると思いますけども、すごくでも男としては燃えるものはあるんじゃないですかね、うん、かなり、まあ、負けられない戦いじゃないですけど、うん、そういうのはすごい感じるので本当に楽しみですね。僕らもやっぱこうオーディションの厳しさであったりとか、やっぱ一回落ちることの悔しさだったりとかっていうのもすごい経験してる身なので、思う存分力発揮してほしいなと思います。まさに俺らと同じ境遇だもんね。そうですね。両選手入ってください。5分3ラウンドで、はい、でレスト1分で、肘なしのユニファイドルールで、じゃあ回復しましょう。じゃあちょっと離れましょう。集中な、低く一箇所にない。始め。はい、集中集中。一箇所にないぞ。高さ合わせて。はい、そう。その後その後動く。回る回る回る。はいはいはい。切る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 。オッケー、ナイス。離れてもいいよ、離れても。まあまあ、OK OK 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 OK。違うじゃん、当初の作戦と。すいません。尺が。尺短いよ、マジで。もう一回お願いしとく。え、もう一回ですか、うん、大丈夫。いや、分からんけど。なんか練習試合になってないからさ。あ、もしあれだったらもう一回って話なんですけど、どうします？やっていいんだったらやった方がいいんじゃないですか。もう一回やってもいいみたいな感じになってんだけど、どうする？こっちは負けてるんで何も言えないんだけど、もし言ってくやってくれるなら。あ、いいですか。はい、じゃあ、はい、ぜひお願いします。はい、もちろんお願いします。次はもうクソみたいな試合しないんで。いや、間違いないです。クソみたいな独立やん。お前集中しろよ。最初やられたとか関係ねえかな。よし、よし。
リラックスリラックスリラックス。いきなり行こう、いきなり、いきなり行こう。集中集中。行こう。いや、まだ詰めていい、まだ詰めていい。右から詰めていい。奥から3つ、奥から3つ。離れてる、しっかり行ける。手入れろ。そうそう、ナイス。ナイス。そう、切れ。切れ、上取れ。まだ。距離。もっと壁の方を持ててよ。枕にすんなよ。もっと胸張る。枕にすんな。もっと胸張って。いいね、パスできるよ今。枕にすんな。ケージまで寄りかかれ。パウンド打ってよ、左手も。体起こしていいぞ。立ちに行けよ。楽やんな、十字。スーパーの、スーパーの。跳ねろ。スーパーの。動く。OK。強い。勝者。今でもまだ抑え込みすぎてたぐらい。そうです、うん、もうちょっといけたな。まあでもいい練習になってるね、このちょっと練習試合みたいな感じでさ、試合感覚で戦います。まあ柳田のダメなところ全部出たな。そうっすね。ああ、練習しないとダメだ。古島頼んだ。頼むぞ。頼んだよお前、マジで。まあ、このまま帰るわけにいかないんだよ、本当に。何のために来たんだよ、ここに。勝つためです。Xファイトバカにされるからね、このまま帰ったら。すごい。うるしまはもう気持ちでガンガン行くタイプなんで。長くグダグダな試合したくないんで、ちょっと1ラウンドで終わらせようかなと思ってます。はい。受かって試合も経験積んだらこれぐらい強くなるんやぞっていうのもしっかり見せていきたいなとは思います。はい。もちろん負ける気はないです。上下、はい、ボクシングの距離でいこう、ボクシング、ボクシングしてこう。第2試合、畠山雄介 VS 漆麻翔衣、試合の模様はアベマで配信。学校風のスタジオに来ております。マザル隊の皆さんとコラボです。よろしくお願いします。お願いします。おお、学校風スタジオを使ってかくれんぼ対決やっていこうかな。ちょうど3対3なんで、あのどっちが早く全員捕まえきれるか。3対3対決、これ面白そう。